決戦の地は大阪、天下に座すは豊臣であると思いさせるのだ。史実には存在しない真田重雄氏と、ここにあるはずのない真田丸を排除した後、豊臣を滅亡へと導く。真田の刀は豊臣を守る刀だ。私に許されるのは豊臣の終わりを見届けるだけです。大阪が燃えている。